属している、ネグロスオリエンタル州の州都である。1948年6月15日、都市として誕生した。面積は34平方キロメートル、人口は13万1377人である。治安は安定しており、市のキャッチフレーズは、シティ・オブ・ジェントル・ピープルを歌っている。ドゥマゲテは、セブ・アの後のタジェットから作られた。 これは、ひったくりを意味し、スペイン支配時代この沿岸地域で、モロの海賊による頻繁な襲撃があったことから、名付けられた。当初、1572年に、ディエゴ・ロペス・ポベダーノはその場所を、デナン・ゲットと記したが、1734年に、地図制作者のペドロ・ムリー・リョベラルでは、現在の、ズマグエテの名前を使用した。日本語カタカナによる、 この街の名称の表記には、ドゥマゲテ、ドゥマゲッテ、ドゥマグエテ、デュマゲテなどがあるが、主に、ドゥマゲッテが使用される。ドゥマゲテは、熱帯サバンナ気候で、寒気と雨季がある。おおむね、雨季は6月から11月までの期間をカバーし、寒気は12月から5月まで。最も暑いのは4月と5月になる。過去数年間の平均最高気温は、摂氏34.3度。 平均最低気温は、摂氏22.9度。セブ島やボホール島に囲まれた内海に面しているため、台風が直撃することは少ない。ドゥマゲテは、政治的に30のバラン街に細分化されている。市内のダウンタウンにある8つのバラン街は、主に番号で表記される。最小のバラン街は、面積がわずか5.11ヘクタールのバラン街4で、 最大のバランガイは362.71ヘクタールのバランガイバニラッド。ドゥマゲテのバランガイ一覧ドゥマゲテはネグロスオリエンタル州で最も人口の多い都市であり2015年の国勢調査の時点で市内には13万1377人と2万1582世帯が住んでいる国家統計調整委員会が実施した2009年の 貧困の小地域推定によると、この都市は、ビサヤの都市部で最も貧困率が低い。日中の人口は学生などを含め40万人近くになるという説もある。相当票人口は8万9193人。観光業、教育、小売業、BPO、IT 技術関連の活動がこの都市の主要な収入源。特に、 BPO と IT 企業は小売業と同様最も急成長している。観光局のデータによれば、ドゥマゲテとネグロスオリエンタルは国内で最も訪問された観光地のトップ10に入っている。ホテル、コーヒーショップ、高級レストラン、ダイニング商業施設、バー、歴史的なリサール通りなどでは観光客をよく見かける。聖カタリナ大聖堂は、 ネグロス島の最古の石造りの教会であり、ネグロス島と中央ビサイアのローマカトリック教区の最も古い遺産の一つとされる。毎年9月にはサンドロットフェスティバルが開催される。祭りでは異なる外国文化の人々が集結し、多様なコミュニティを形成したスペイン統治時代に遡るドゥマゲテの豊かな歴史を再現し祝う。ブーグラサンフェスティバルは 毎年10月にネグロスオリエンタル州で祝われる。このフェスティバルは、州政府が主催し、6つの都市と19の自治体が参加する、州全体のイベントである。祭りの大部分は、州議会議事堂と二野焼野のフリーダムパークで開催され、ブースや地元の商品が展示、販売されている。ドゥマゲテのアウトソーシング業界には、コールセンター、出版、医療転写、 アニメーション、編集、建築のアウトソーシングなどの幅広いビジネスがある。ドゥマゲテ市には20を超える IT 及び BPO ロケーターがあり、ビジネスプロセスアウトソーシング及び情報技術のハブとして知られている。ドゥマゲテで有名なショッピングセンターには以下のものがある。ドゥマゲテには3つの主要な高等病院、ホーリーチャイルド病院、ネグロスオリエンタル州立病院、 シリマンメディカルセンターがある。シリマンメディカルセンターは、マニラ首都圏外、セブ都市圏以外の最高の病院の一つと、みなされている。また、ダウンタウンの近くには8階建ての200床の、病院であるベー,シーイーズマグエテドクターズホスピタルも、建設中。ドゥマゲテ市内には、シリマン大学、フォンデーション大学、セントポール大学、ノース大学など、 規模の大きい大学が数多くあること。また、市の人口に占める学生と、大学関係者の割合が高いことから、学園都市として知られており、フィリピン南部の教育の中心地となっている。大学の他に18の公立小学校と8つの公立高校、インターナショナルスクールもあり、市の学生人口は30%前後と、推定されている。特に、シリマン大学は、 フィリピンでは珍しいプロテスタント系の大学でアジア各地から多くの学生が集まる。創設者であるアメリカ人ホレス・シリマンは発明家、起業家として知られ、シリマンを追悼する教会や公園などもアメリカ国内で知られている。61万平方メートルのキャンパスは市のダウンタウン地区に隣接しており、その広大な敷地が 学園都市の雰囲気を作り出している。シリマンホール、ヒバードホール、カティプナンホール、ルースオーディトリアム、及びシリマンメインライブラリーなど、大学のいくつかの施設は、市のランドマークとして認識されている。また、海外との交換留学生も、盛んに行われており、現在日本とは、ICU との交換学生が在籍している。また、その他の日本の大学からも、 短期英語留学生などが就学する。ネグロスオリエンタル州立大学は、市内に2つのメインキャンパスがあり、メインキャンパス1は、州議会議児童の隣にあり、メインキャンパス2はバランガイバジュ順パンダンにある。ネグロスオリエンタル州で、唯一の州立大学であり、市内の4つの大学の中で、学生数は、最も多く、州の様々な都市や、町。 外国の学生に非常に人気がある。セントポール大学は、フランスのセインと、ポール・オブ・シャルトルがフィリピンに設立した、最初のセントポールの教育機関である。看護、教師教育、マスコミュニケーション、観光、芸術と文化教育、ホスピタリティマネジメント、ビジネスと会計などのコアアカデミックコースでよく知られている。ドゥマゲテは、 中部ビサヤのセブ市から簡単にアクセスできること、ビーチリゾートやダイビングサイトが存在すること、近くのバイスでイルカウォッチングやホエールウォッチングが楽しめることなどから、かなりの数の外国人観光客、特にヨーロッパ人を魅了している。ドゥマゲテから南のバカング、ダウナイン、ザンボアングイタ付近までの海岸沿いには、各地にプライベートリゾートが立ち並んでいる。 その他、タリネス山山麓にある、ツインレーク、バレンシャの滝、マビナイの小乳洞、南部シャントンの動物園なども、観光名所である。バヤワン山中のバランガイである、ダウイスにあるネロドハン滝は、バレンシャの滝を超える規模である。主なマリンスポーツとしてはダイビングが挙げられる。特に、フィリピニュースのダイビングスポットである。 アポ島とその周辺海域をはじめ、海を挟んだ、セブ州南端部に浮かぶスミロン島も人気が高い。日本人ダイビング愛好家の間でも、ドゥマゲテ周辺は、以前から人気が高い。移住先としても、近年人気のドゥマゲテは、フォーブス市の、リタイアするのに、世界中で最も適した7つの場所で5位にランクイン、している。 観光省の政府機関であるフィリピン退職庁は、この都市を2018年のフィリピンで最高の退職地に指定した。市の玄関口であるボリーバードは多くのレストランがあり、多数の外国人で賑わっている。ありがとうございます。